こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。世界中にはたくさんの暗号があるというが、霊夢は見たことはあるか？最近じゃ謎解きゲームとか流行っているけど、そういった類のものではないの？ゲームではなく、リアルに存在する暗号文があるんだぜ。それって解読できたの？近年で謎解きがされたと言われる暗号文があるから、今回はそれを紹介するぜ。それではゆっくりしていってねー。まずは、暗号文とは何かについて簡単に説明しておこう。暗号文とは、大元となるものから形を変えられて、判読することができない状態になったものを言うぜ。ちなみに暗号にする前の文は、平文と呼ぶそうだ。平文なんて、初めて聞いたわ。暗号文は昔から存在していて、規則性があるものや、パッと見ただけでは全くもってわからないものまであるぜ。そのため、謎が解かれないままのものが多いということだぜ。暗号文を考えた人って本当に頭がいいわよね。それでは早速、近年で謎解きがされたと言われる暗号文を紹介していこう。最初に紹介するのは、メアリー女王の書簡だぜ。メアリー女王って誰？名前はメアリー・スチュアートで、1542年より約25年間在位した、スコットランドの女王だぜ。父親が急死後、長男と次男が創生していたため、わずか生後6日で王位を継承している。生まれてすぐ女王になったのね。彼女が記したとされている暗号文がパリ国立図書館で見つかり、暗号を研究する国際的チームによって2023年2月に解明されたようだぜ。すごく最近の話だね。メアリーは15歳でフランスのアンリ2世と結婚した。スコットランドの女王である上に、フランスの王妃になったってこと？そういうことだな。この時、イギリスでは、エリザベス1世がイングランド女王に即位するが、母親が罪を犯したためエリザベス1世の地位は諸子と降格扱いとなってしまった。メアリー・スチュアートの祖母は、イングランド国王ヘンリー8世の姉、マーガレットであるため、メアリーはイングランド王位継承の権利も持っていたんだぜ。それじゃあ、メアリーが次に王位を継承するってこと？カトリック教徒が多く存在した当時のイングランド国内では、メアリーがイングランド王だと訴える者が多数となり、フランスの元国王もメアリーが正統継承者だと公言したそうだ。これにメアリーも同意していたぜ。イングランド、そしてエリザベス1世にとって彼女はとても厄介であり、一目置く存在であったことは間違いないね。しかしそんな中、夫が病死したため、メアリーは16歳にして未亡人となるぜ。その後は声を大き彼女の行動が目立っていった。そんな姿は国民からの信頼を損ない、家臣による反逆が起き、メアリーは幽閉されることとなったぜ。閉じ込められちゃったの？幽閉といってもエリザベス1世の保護下にあり、自由のある軟禁生活だったそうだ。宿敵であるエリザベス1世に守られていたんだね。ところが、保護されているにもかかわらず、エリザベスに対しての殺害を企てた一員として1587年に処刑されてしまった。波乱な人生ね。メアリーが幽閉されていたとされる1578年から処刑される前までに書いていたのが、今回紹介する暗号文の書簡だぜ。ふむふむ。これは、イングランド中フランスの大使ミシェル・ド・カステルノーに宛てたものだぜ。カステルノーとの秘密の文通があったことは周知であったが、実物としての書簡がなく、歴史上ミステリーとされていたんだ。それが見つかった時は興奮しただろうね。歴史文献の暗号解明チームが偶然見つけたメアリーの書簡は、簡単には解読できないよう、すべてが暗号で記されていたそうだぜ。解読するにあたり、日本ドイツフランスから、世界的暗号歴史文の解読メンバー3名が招集され、10年もの長きにわたり、57通の手紙に含まれる5万単語以上の暗号が解明されたんだ。何か重要なメッセージが隠されていたんじゃないの？その内容は、敵とするエリザベス1世への不平不満であったり、軟禁生活の辛さなどのメアリーの心境とろとも言うべきことが書かれていたそうだぜ。10年も解読に費やした内容が愚痴って、変化も何もない幽閉の日々で、メアリーは危険を冒してまでも、情報を流し集めることに積極的だったことも垣間見れるのではないだろうか。2番目は、ある、おばあちゃんが残した暗号だぜ。2014年、ある投稿がネット上にアップされたんだ。海外のそのフォーラムでは、病に伏したおばあちゃんが最後に残した暗号を解明してほしいと、画像と一緒に投稿されたそうだぜ。お孫さんが投稿したんだね。癌で1996年に亡くなったおばあちゃんは、生前2週間かけて暗号を作成したそうだ。アルファベットを何気に記入したかのようなものだったが、20年かけても解明できなかった遺族たちは、ついにネット民に助けを求めたということだぜ。20年も、どんな暗号文だったの？残されたカードには驚くほどのアルファベットが綴られていたぜ。遺族は、暗号解読方法を片っ端からやっても解くことができず、おじいちゃんも内容が全くわからなかったそうだ。暗号の文内に ZXQ はなく、Y は最後の行にだけ書かれているとのことだったぜ。ふむふむ、解明は難航するかと思われたが、ネットに掲載された後、12分といった速さで有力情報が返信されたらしいぜ。すごいね。
どんな内容だったの？返信の内容はこうだぜ。おばあちゃまは信仰深い方でしたか？一番最後と言った部分は、アーメンアーメンアーメンの頭文字に見えるのです。だとすれば、TYAGF はサンキューオールマイティゴッド4で、全能な神に感謝します、となるのではないでしょうか？最後の文は、サンキューオールマイティゴッド4エブリシングアーメン、サンキューオールマイティゴッド。フォーエブリシングアーメン、アーメン、アーメン、すべて感謝、全能なる神よアーメン、すべて感謝します。全能なる神アーメン、アーメン、アーメン、ではないでしょうか。おばあちゃんのこの暗号文は、聖書の引用ではないかといった解釈をされたんだね。投稿者は、おばあちゃんの信心深さは把握していないものの、20年をかけ解読できず悩んだ謎がわずか12分で答えが出たことに驚愕したそうだぜ。ネットの力ってすごいよね。この他たくさんのネット民によって解読されて、キリスト教徒による祈りが元になっている可能性が濃厚であるとされたようだぜ。やっぱりそうだったんだね。わずかな時間の間に全解明されることとなったようだが、この暗号文には投稿者遺族のプライバシー的な内容があるかもしれないため、全文は解明せずにいたそうだ。なるほど。祖母の遺書とも言える暗号カード、20年もの間、解読されずもやもやした気持ちを抱えた遺族に、ものすごい速さで解読しそっと手を差し伸べたという、ちょっといいお話だぜ。次はボイニッチ書稿だぜ。どこかで聞いたことある。何が書いてあるのかわからない書物、ボイニッチ書稿という有名な本だぜ。1912年にイタリアのイエズス系大学で最初に見つかり、そのミステリアスでキュートな絵や文字から、何が書いてるかはわからないけど、興味をそそる古い書物として、世界中の暗号解読者たちがチャレンジしたが、解読されることなく結論にたどり着いていないのが現状だぜ。今現在もわかっていないんだね。ボイニッチ書稿は、文法として成り立っている点と、当時の技法では考えがたいほどに色のついた挿絵がとても緻密である点、これが今もなお興味をそそられる点と言われているんだ。いつ頃作成された書物なの？アリゾナ州立大学の専門研究チームによれば、この本に使用された羊の皮脂から、15世紀頃に作成されたのではないかと考えられているぜ。誰が書いたものかもわからないの？ああ、作成者は判明しておらず、謎のままだというぜ。じゃあどうして、ボイニッチ書稿なんて言われているの？長い月日をかけ数多くの人間の手に渡ったとされるのだが、ポーランド商人ボイニッチ氏が見つけたということで、ボイニッチ書稿と言われているそうだぜ。発見者の名前だったんだね。ボイニッチ書稿は、縦 23.5 センチ横 16.2 センチ、総240ページからなるこの本の文字は、世界どの文明にも属さないようだ。言語の分野からこの本の文を調べてみたところ、気まぐれに配列されたものではなく、一定の法則を持つことが分かったぜ。ふむふむ、自然言語または人工言語と呼ばれるような各章ある文章列だと判明したものの、解明はできず、これは暗号文献ではないとも囁かれるようになったというぜ。先生の図や宇宙のような絵や花や植物、女の人の姿をした絵が、すべての紙面に大きく描かれ、特に植物の挿絵に関して細やかに書き込まれているが、これらの植物の中には世界中どこにも存在しないものもあるそうだぜ。空想の世界を描いたのかな？宗教書物か錬金術秘伝書か、あるいは暗号の意味など持たない本なのか、あらゆる学者暗号解読者が頭を悩ませた中、2017年4月イギリスのニコラス・ギプス歴史学者が、ボイニッチ書稿は、医学書の寄せ集めであり、病治療の方法が書かれてあるとの解明を発表したぜ。ニコラス・ギプス歴史学者は、なぜ解明できたの？それは、ボイニッチ書稿のグミはラテン語訳語の表記であり、暗号ではなかったからだというぜ。歴史方面からのアプローチで調べる者がおらず、暗号専門者ばかりで調査していたために、今まで解読できなかったのだと言ったそうだ。でも書かれている植物は現実にはない、架空のものなんでしょ？そうなんだ、精密かつ緻密に書かれた現実にはない植物の絵など、あまりにも架空の設定が多いことから、フィクション本ではないかとの説も浮上しているというぜ。解決にはまだ時間がかかりそうだね。ギプス氏の解明説には反論する声も多く、解読が全て完結したとは言えないようだな。ボイニッチについての謎解きは今後もまだまだ続きそうだぜ。続いては、カオサイファーだぜ。何それ？1918年にジョン・フランシス・バーンによって発明された暗号をカオサイファーというぜ。この暗号はシステムとして解読不能であると言われている。そんなに難しいの？40年にわたり、考案者はアメリカ政府に対しこの暗号をアピールしてきたが、難しさが桁違いだったために、政府機関が採用することはなかったようだぜ。バーン氏は1953年著作自伝に暗号文を掲載して、世界にそれを知らしめ、暗号の解読者には賞金を出すと公言した。政府機関もお手上げの暗号が解読できる人が出たらすごいね。しかし、多くの人が暗号読解にチャレンジしたそうだが、50年経過してもなお、成功者は出ていないそうだぜ。50年も経過したんだ。バーン氏は、暗号作成時には機械を使用し、機械自体は葉巻サイズよりも小さいものだよ。
と読解のための鍵まで公表しているぜ。気前がいいね。しかし、それでもなおこの暗号が解かれることはなかったそうだ。どれほど難解な暗号であったかがわかるね。2010年暗号開発者の親族がカオサイファーに関する文面を、国立暗号博物館へ収めたことで、難題な暗号への解読法に光が見えたそうだ。何がわかったの？そのカオサイファーは、2枚のディスクが左右に配置された機械から作られたと記されていたぜ。アルファベットが入れ替えて使えるようになっていて、歯車が噛み合うことで互いが回る構造は、さほど困難ではないものの、次の工程に至るまでがとにかく多すぎたそうだ。それだけ複雑な手順をこなして、やっとたどり着けるであろう解読方法は、暗号研究者にとってはやりがいのあるものだったのかな。キーワードとなるフレーズや単語を、アルファベットで配列し解読するという方法が、人間にできる唯一の解明法と言われるぜ。それはアルファベット配列が、理解できていないと人の知能としては解明不能ということだね。暗号文しかわからない時に限っては、人工知能つまり、コンピュータを使えば解読できるが、人の力として不可能という結論だとされる。ディスクたった2枚使用の手順と人の力が作った高等なこの暗号、バーン氏は大いに称えられるべき人物であったと言えるね。そう簡単に破られない暗号は、国家レベルで採用していればとても有意義であったはず。惜しいことをした。と政府機関関係者は頭を抱えているのではないだろうか。次はカール5世の手紙だぜ。カール5世は1519年、19歳の若さで神聖ローマ皇帝に即位し、スペイン国王も兼任することとなったぜ。アメリカとヨーロッパ西部を掌握し40年を超え大いに君臨したぜ。太陽の沈まない帝国を作り上げた偉大なる人物として歴史上でも有名だよね。そんなカール5世の暗号文が、約500年後にやっと解明されたというぜ。カール5世本人の署名がされたその手紙には、難しい暗号も一緒に記入されていた。そんな長い間どこに保管されていたの？フランスにある私立図書館で長期間ほぼ放置状態だったのだが、セシルピエロ暗号学者の手に渡ったことで、歴史学者らと共に180日以上かけ解読したそうだぜ。結構苦戦したんだね。なんと、暗号を解読するコンピューターにも解けないほどにたやすい作業ではなかったそうだ。セシル氏はカール王は120もの記号を駆使して文を構成していた。手紙にはシーン後の母音が記号に変わる暗号とされており、アラビア語が解明の鍵となった。また、アルファベットや数字がすんなり記号として変換されるものでもない。記号全体一つで一つの語として意味を持っていたりもする。またフェイク的に意味のない記号も織り交ぜられ解読作業は難航したのだ。と言っていたぜ。どうしてこんなに難しい暗号の手紙を作成したの？巨大帝国を治めたローマ王には、敵対するフランスの王フランソワ一世と戦う時代があったぜ。宗教革命などにも頭を悩ませていたカールは、在フランス大使に宛て暗号で記した手紙を出したんだ。どんな内容だった？読解されたその内容は、フランスとは和平を結んだにもかかわらず、一触即発の関係は変わらない。いろいろと手立てはしたのだがあまり効果がない。イギリスやフランスが同盟に支援することをやめさせたいといった意味があるといい、フランスの動向を細かく観察することが記されていたそうだぜ。ふむふむ。さらには、フランスによってカール王暗殺計画が進行している噂にも触れている。イタリア兵リーダーに命を狙われているようだ。このことについて信憑性があるかを追求し、徹底的に調べ報告するように。このように、暗号で在フランス大使に当てているぜ。ローマ皇帝たる権力者カールであっても、フランスからの暗殺には恐怖に怯えていた姿が見えてくるね。研究メンバーたちは、これを機にカール5世とフランス大使との、他の暗号手紙についての解明も、今後続けていく予定だそうだぜ。1960年代から約6年間にわたりアメリカカリフォルニアで起こったゾディアック事件。自身の名をゾディアックと称した殺人鬼は、連続して人を襲い、さらに暗号を送りつけた恐ろしい未解決の事件だぜ。どんな暗号だったの？340にも及ぶ記号やアルファベットから形成された暗号だったことから、340暗号文と呼ばれるようになったそうだぜ。カップルを含む少なくとも5人が、ゾディアックの手で命を落としたとされる事件だったよね。脅迫状や被害者の服の一部といった証拠品などと一緒に、暗号文を同封し、新聞社や警察などに郵送したとされている。恐ろしい事件だね。これまでに暗号文解明にたくさんの人々が挑戦しては挫折したままであったそうだが、アメリカのオラン・チャックさん、オーストラリアのブレイクさん、ベルギーのブレイクさんの3名で結成した解読チームにより開発したソフトで、ついに解読は成功となったそうだぜ。それは確かなの？ FBI に解読成果を報告したところ、暗号が解明されたと認めたそうだぜ。FBI をもってしても難解で値を上げた暗号なのに、自作ソフトで解明した3人は本当に素晴らしいね。その3人によると340暗号文にはスペルミスが目立つ文章で、暗号文の内容は、皆が我を捉えることに楽しみを感じてると期待しているんですよ。
番組出演をしテレビで我だと名乗っている人は我ではありません。死刑執行するガス部屋は何も怖くないし、天国へとすぐ行けるのだからね。我に従順な奴隷はとても多くいる。我以外の奴らは奴隷を従えず何も持たないで天国へ向かうから死ぬことを怖がるんだ。我の天国新生活はとても穏やかになると確信しているから、我は死を恐怖と感じない。偽物がテレビに出演していたの？ゾディアックだと偽り、アメリカのテレビ番組に出演した人がいたそうで、これに対しての抗議も含まれているようだな。この暗号の意味が分かっても、一連の事件に関しては未解決のままだし、犯人の素性すらつかめていないね。1970年の13文字暗号文については解明されないまま現在に至るぜ。罪を犯した当事者が、この暗号によって世間を騒がし震撼させ、人々が苦しむ姿を見て喜んでいるとしたら、そう考えると怒りが込み上げてくるな。ご遺族のためにも、こんな愉快犯は何としても検挙されてほしいよね。次は悪魔の手紙だぜ。修道女が記した暗号文が悪魔からの手紙と言われ、リアルに存在しているぜ。どこの国の話なの？イタリアパルマディモンテキアーロ修道院での出来事だぜ。1676年頃にシスターマリアがある朝目覚めると、インクにまみれていた上に、よくわからない手紙があったそうだ。この手紙は、一体誰がデスクに置き、どうしてあったのかもわからず、シスターマリアは書いた覚えは全くなかった。ふむふむ。しかも、目にしたことなどない文字が綴られ、アルファベットやら、ギリシア文字みたいなものが混在し、どの国の言葉にも当てはまらず、読むこともできなかったというぜ。それがどうして悪魔の手紙と言われるの？彼女はシスター仲間から悪魔に取り憑かれて手紙を書いたんだと囁かれたため、悪魔の手紙と認識されるようになったそうだ。内容は解読されたの？300年以上解読されなかったが、2018年にイタリア科学博物館チームによって解読されたぜ。ダークウェブにある暗号解読ソフトウェアに、古代北欧アルファベット、古代ルーン文字風ギリシャ語、現代ギリシャ語、ヤジディ言語やラテン語等を、たくさん教え込むことで暗号が解かれたそうだ。なんて書いてあったの？父なる神イエスキリスト、聖霊は主に、私は死ぬと定められた人間を解き放てるのだ。神は人間が作り出した。自分以外のために作用しない。どういう意味なの？要するに、人が作り上げたキリスト教や神を全否定するものだったことから、悪魔が書かせたと言ったなら納得できそうだぜ。しかし、研究者からも彼女に悪魔が乗り移ったとは信じていなかったそうだ。そもそも本当にシスターマリアが書いたものなの？シスターマリアは精神疾患があり統合失調症などの症状から、悪魔憑依があったと思い込み、それにより筆を走らせたのではとの仮説があるぜ。すごい仮説だね。それは、幻覚が発生する精神疾患特有のその症状や一貫性なき文面から、マリアが突発的に手紙を書き上げたのではないかというんだ。彼女が無意識のうちに記したというならば、まさしくこれは修道女のうちなる悪魔の手紙、だったのかな。次は、エニグマ暗号だぜ。第二次世界大戦の中にエニグマと名付けられた暗号があるんだ。エニグマ暗号機というローターを使用した暗号機を用いた暗号は、ナチスドイツが作成したと言われているぜ。ふむふむ。暗号には豊富なバリエーションがあると言われている。原文と同等くらいの長さを鍵として利用し暗号に変換するといった。ワンタイムパッド方式は、外部から解読されにくいものとされていて、エニグマ暗号機にも使われているというぜ。どういう仕組みなの？このローター式暗号機は、2から4枚のアルファベット文字が入った。ローターの回転を組み合わせるそうだぜ。1個目のモーターがどれだけ回れば、2個目は何メモリが回り、2個目はいくつ回ると、3個目はメモリいくらが回転するのか？という感じで、打ち込まれる時の回る数が違っていると3番のモーターからは、初めに入力したものとは全然違った字が出力されるそうだ。エニグマ暗号生成バリエーションはこの段階でおよそ1万7000以上もあったそうだぜ。バリエーション多すぎだよ。実は1930年頃に、エニグマ用の解読機械が作られているんだぜ。解読作業を早くするために全6台が準備されたのだが、ドイツによるポーランド侵略が起こってしまう。解読機が敵対国に渡ることは避けたかったため、全6台を壊滅させたというぜ。わあもったいない。さらには、ナチスによって出力されるものが、一定の規則とならないために定期的に変えていたらしいぜ。そのため、暗号パターンがとにかく大量となってしまい、設定を割り出すにもあまり複雑で特殊だったそうなんだ。よって戦争が終わってからもエニグマ暗号文の答えは突き止めることができないままだったぜ。暗号機があるのに解読できなかったんだね。ところが、2006年4個のローター暗号機で作られた超難題エニグマ暗号が解明された。現代科学の力を発揮した結果、分散型コンピュータを駆使し、根気よく何度もチャレンジして暗号が解けたぜ。技術の進歩ってすごいね。それでどんな内容だったの？攻撃中緊急潜水、対戦爆弾、最終敵10830時、対防神9863、方向220度、速度8ノット、敵追跡中、
気圧計14ミリバール低下、風向北北西、風力4、視界10海里、といった生々しい戦争の様子を記した内容だったそうだぜ。そして、今回の解読が世間に広まり、解明チーム加入希望が殺到したそうだぜ。さらにエニグマが解き明かされそうだね。いかがだったかな？スパイ要素が強めの暗号だけど、昨今合わせて、世界にはたくさん存在している事実を知ったよ。簡単に解読できないような様々な手法、規則性を持たさない知恵を織り交ぜ、解読不可能と言わしめたなら、作成者は北斎だに違いないぜ。地道な作業と情報の収集、そして努力があってこそなのはもちろんだけどな。暗号を一つのミステリアスなものとして興味を抱いたから、それもありだと思うよ。しかし、悲しい事件に巻き込まれた遺族や逝去した家族を大切に思う気持ちが、暗号を解きたいと願う強い思いと膨大な暗号に立ち向かえたのかもしれないな。解決への第一歩として、わずかであってもその可能性に欠けたいと、願う気持ちを思うと切なく苦しい気持ちになるね。暗号化されるというのは、外部に広く知られたくない内容なはずだぜ。プライバシーも絡む内容だとそっとしておくことも大切だと感じるな。しかし、歴史上、埋もれたまま放っておかれた事実をきちんと知りたいとも思うぜ。歴史に絡む未解読の暗号文は迷宮入りにしてはいけないと感じるよ。知り得なかった真実が暗号によって、当時の人たちのリアルな思いを受け止めて理解する意味でも、暗号解読は必要ではないかな。そうは言うものの、残念ながら私には解読センスがないぜ。簡単な作業ではないが、夢と希望を持ち合わせた熱い気持ちを、持っている方は、これからの活躍に期待しているぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は紙幣について面白い話があるぜ。お金儲けの話？それなら教えて。そういう話じゃないぜ。紙幣に隠された闇深い話だぜ。よくわからないけど、なんだか面白そう。現在は電子マネーが急速に普及しつつあるが、少し前までは日常の物品やサービスに対する支払いはほぼ全額硬貨や紙幣のお金だったぜ。独立国が一国の威信をかけて発行するお金、多くの国でお金は紙製の高額紙幣と主に金属で作られた小銭からなっている。戦争が起きた時、交戦国が相手国の経済の混乱を狙って偽金作りを計画することもあるほどお金は重要なものだ。うん、お金は重要だよ。そして紙幣には偽造防止のため複雑な絵柄が印刷されるが、その国の著名人の肖像画が使われることも多いぜ。厳正な管理の下で確定されるはずの絵柄で、著名人の人選も問題なく行われるはずだが、なぜかそのデザインに怪しげなものが顔を出すことに気づいていたか？怪しげなもの？そもそも紙幣をじっくり見たことないかもな。何が隠されているというの？さあ、なんだと思う？悪の秘密結社か？人外の存在か？なぜこの人が選ばれたか？など、今回はそのような様々な噂話を紹介するぜ。この動画を見ると、日本の紙幣、ドル札などに隠された闇について知ることができるぜ。それではゆっくりしていってねー。20ドル札。まずアメリカの20ドル札からだぜ。1でも5でも10でもなく2という半端な数字だが、アメリカでは日常よく使われる紙幣だぜ。むしろ50ドル100ドルのような高額紙幣は、偽札の可能性があるので敬遠されるらしい。へぇ、そうなんだ。このように普段人々が目にする紙幣に、あの 9.11 テロを予告する暗号が、隠されていたとしたらどうかな？嘘でしょ？ 9.11 テロとは言うまでもなく、2001年9月11日火曜日の朝、アメリカ合衆国を襲ったイスラム過激派テロリスト集団アルカイダによる、同時多発テロだぜ。もちろん知ってるよ。航空機を乗っ取りアメリカの主要ビルに突っ込み爆破する手段に世界は驚愕したが、まさにその攻撃目標となったビルの姿が20ドル札に隠されていたんだぜ。本当なのそれ？一体どんな風に隠されていたの？20ドル札の裏面にはホワイトハウスが書かれているが、それを屋根が見えるように、半分に折り、さらにねじるように90度折り返すぜ。もう片側も同じように折ると、なんと破壊され黒煙を上げる米国国防省司令部、通称ペンタゴンの姿が現れるぜ。さらにそのまま紙幣を裏返すと、今度は同じように破壊され黒煙を上げる WTC 世界貿易センタービルの姿が浮かび上がるんだ。偶然じゃなくて？紙幣に隠されたものはこれだけではないぜ。この時20ドル札は紙飛行機の形をしているが、その長さを測るとぴったり 9.11 センチになるんだ。この一致を偶然で済ますのはためらわれるぜ。信じられないよ。今度は5ドル、10ドル、20ドル、100ドル、これらの紙幣を同じように紙飛行機の形に折り、少額のものから順に並べていくぜ。すると攻撃を受ける前の無傷の貿易センタービル、攻撃直後の黒煙を上げる貿易センタービル、黒煙を上げながら崩れていく貿易センタービル、最後にはビルの姿は跡形もなく消えて空中に漂う黒煙ばかりと、貿易センタービルの崩れ落ちていく姿が順に現れてくるぜ。本当ならやばいね。
20ドル札に隠されたこれらの予言めいた事柄は、何を物語っているんだろう？20ドル札はこのテロ事件が起きる何年も前から発行されていたのにな。千円札。次は平成16/2004年11月1日に発行された、野口英世の肖像が書かれた千円札だぜ。一番見慣れているお札だけど、一度もおかしいところなんて気づいたことないよ。では、手元に千円札を用意して野口英世の顔を見てくれ。彼の顔の右半分と左半分でかなり印象が違うと思わないか？確かに、左右の顔が違うよ。顔の左半分を隠した右側は普通の穏やかな日本人の顔だぜ。しかし右半分を隠してみるとどうだろう。異様の顔が浮かび上がるだろう。太いがっしりした眉毛、ぽってりと肉厚の唇、頬の肉も盛り上がっていて、これが日本人の顔？と思うようないわゆる濃い顔だね。実はこれは元々の野口英世の顔に、ユダヤ人の顔の特徴を取り入れて描かれた、特殊な肖像画なんだぜ。ユダヤ人がなぜ関係するの？いきなりユダヤ人の話が出てきたが、そのわけはおいおい説明するぜ。そしてもう一つ奇妙なのは、野口英世の顔を透かしてみると、彼の左目に紙幣の裏側に印刷された富士山の山頂部が重なって見え、フリーメイソンの第二のシンボルとして知られるプロビデンスの目、そっくりになるぜ。ちょっと待って、プロビデンスの目って何？プロビデンスの目とは真実を見通す神の全能の左目として知られ、エジプトの太陽神ホルスの目であり、古代エジプト時代から、信仰の対象になっていたものだぜ。この目はキリスト教における象徴的な、衣装の一つでもあり、アメリカ合衆国の国章の裏面や1ドル紙幣、古典絵画にも書かれているぜ。なるほど。でもなぜ、キリスト教国でもましてエジプトの古代信仰とも関係のない、日本の紙幣にそんなものが紛れ込んでいるの？ここで野口英世の経歴に触れておかねばならないぜ。彼は研究のために渡米して、ペンシルベニア大学医学部の助手となるが、その後ロックフェラー医学研究所研究員になっているんだ。ロックフェラーといえばロスチャイルドと並んでフリーメイソン系の国際金融業者としてよく知られているよね。やはり出てきたぜ、フリーメイソン。そして陰謀論というと囁かれる。フリーメイソンとは世界を陰から操るユダヤがその姿を隠すための表向きの組織である説。真偽はわからないけど、野口英世とフリーメイソンは関係があったのかな？フリーメイソン会員であったとの話もあるぜ。闇があるね。日本では少年少女向けの世界偉人伝などに決まって登場する人で、黄熱病や梅毒などの伝染病の研究や治療に力を尽くしていたし、ノーベル生理学医学賞の候補に三度も選ばれたり、優れた研究者には違いないと思うのだけど。ああ、しかし同時に夜の歓楽街に出入りし、他人から借りたお金で遊びほうけ、しかもその借金を平気で踏み倒す問題の多い人間でもあったぜ。そんな裏の顔があったとは。日本のお札の肖像画に選ばれるには、まず偽造防止のため特徴的な容貌であることが求められるぜ。もじゃもじゃ頭に口ひげの野口はそのあたりは合格だね。でも肖像画の人選にいわゆる身体検査は行わないのかな？人間的に問題あり、そしてフリーメイソンとの関係も囁かれる野口英世。千円札の顔に使ったのは人選ミスじゃない？確かにそうとも思うが、過去にも同様の事例があったぜ。5000円札の肖像画ニトベイナ像や1万円札の代名詞にもなった福沢諭吉。彼らもフリーメイソンのメンバーだったと言われているぜ。え、それはびっくりだよ。日本が国の威信をかけて製造発行する日本銀行券に、フリーメイソンの息が、かかっているとも思えないけどな。1ドル紙幣とフリーメイソン。次はアメリカの1ドル紙幣だぜ。アメリカ合衆国初代大統領ジョージ・ワシントンの肖像が描かれているけど、それが問題なの？ジョージ・ワシントンの肖像が表に描かれているが、これは建国の第一の功労者だから、不思議はないぜ。ただ、実は彼もフリーメイソンの一員だったと言われているんだ。また、問題は紙幣の裏面だ。左右に書かれた円が目に入るだろう。その中の図柄は右側の円内に合衆国国字の表面と左側の円内に裏面が書かれているぜ。ほんとだ。右側の円内ではアメリカの国鳥白頭足が、右足で13枚の葉と13個の実のついた、オリーブの枝を、左足で13本の矢をがっちりと掴んでいる。他にも1ドル紙幣には13の数が目立つぜ。それはどういう意味なの？合衆国が独立を果たした当時の州の数が13だったからおかしくもないのだが、13はキリスト教徒にとって不吉な数でもあるんだ。あ、13日の金曜日、そうだぜ。キリストの処刑日が13日の金曜日であった。キリストを裏切ったユダは13番目の弟子であったなどだぜ。にもかかわらず多用される13、ここにもフリーメイソンが顔を出すわけだ。ほう、闇だね闇。ところで霊夢はロイヤルアーチオブソロモンの話を、知っているか？知らない、教えて。ここでちょっとロイヤルアーチオブソロモンのことに触れておくぜ。
これはソロモン王にまつわる逸話の一つで、大昔イノクという善良な男がいたんだが、イノクは神をとても愛していた。そんなイノクに神は、夢の中でイノクの前に現れ、自身の神の名前を告げたんだ。しかしその名前は口外が許されなかったため、イノクは黄金の三角板にその名前を刻み、職人を雇って9層のアーチからなる天井を持つ部屋を作らせ三角板を収めたんだ。ふむふむ、数千年の時が経ちソロモン王が神殿を建てようと思い立ち、三人の技能者に建築場所の測量を命じるぜ。その場所こそがちょうどイノクが部屋を作らせた場所であったため、三人は三角板を発見した。ソロモン王は技能者たちを褒めたたえ、三人にロイヤルアーチの称号を与えた。この三人がそもそものフリーメイソンの元祖だとも言われるぜ。そしてこの戦いきさつがフリーメイソンの内部に作られた結社、スコティッシュライトの13番目の階、ロイヤルアーチオブソロモンの出所だぜ。ロイヤルアーチとは神殿の礎の意味で、大元を築いた者として13番目ではあるが、スコティッシュライト内でも非常に重要な階とみなされるぜ。なるほどね。フリーメイソンの元祖がわかったよ。一ドル紙幣に話を戻そう。左右に足と翼を開いた白頭足の頭上には、これも独立州の数13個の星が輝いている。この星の配置をよく見てほしい。六芒星ダビデの星の形が浮かび上がるね。ダビデの星は現在のイスラエル国旗のど真ん中にも書かれているユダヤの象徴だぜ。巨人ゴリアテを倒し古代イスラエルの繁栄を築いたダビデ王はユダヤの民の誇りだ。ちょっと待って、でもこれはアメリカ合衆国の1ドル紙幣であって、イスラエルの通貨ではないよ。そうなんだ。ダビデといい古代イスラエルの最盛期を築いたと言われるソロモン王といい、なぜユダヤの物語が合衆国紙幣に顔を出すのか。ここで紙幣裏面左側の円に目を移してみよう。これこそ違和感ありまくり、異教的に匂いがプンプンする図柄だぜ。ピラミッドと不気味な目が印象的だよ。なぜアメリカの紙幣にピラミッドと不気味な目が描かれているの？そう、どう見ても不可解だよな。これはさっき話したプロビデンスの目と呼ばれる万物を見通す目で、キリスト教における象徴的な衣装でもあるそうだぜ。しかしピラミッドだぜ、階段状のとかではなく古代エジプト王朝最盛期に作られた西四角錐形の典型的なピラミッドだ。このピラミッドについてはヘルメストリスメギストスのピラミッドと呼ばれ、エジプト神秘思想の象徴であるとも、バベルの塔を表しているともソロモン神殿であるとも言われるぜ。いずれにしてもアメリカ合衆国の1ドル紙幣に顔を出しても良い理由があるとは思えないぜ。試しにピラミッドの段数を数えてみてくれ。あ、13段ある。そう、ここでもキリスト教徒には不吉なはずの、フリーメイソンにとっては重要な数の13だぜ。ご丁寧にピラミッドの再下段には文字も書かれているぜ。MDCCLXXVI? この9個のアルファベットは何を意味しているの？これをローマ数字に置き換えるとその意味が見えてくるぜ。つまり M イコール1000、D イコール500、C イコール100、L イコール50、X イコール10、V イコール5、I イコール1、これらすべてを足すと1776だぜ。何の数字なの？これはアメリカが独立を果たした年になるぜ。ほんとだ、アメリカ独立宣言の年だ。この文字列はニューヨーク構内に立つ自由の女神像が掲げる名板にも書かれているぜ。でも自国の紙幣に自国の独立した日付を書くのは当たり前じゃない？そう思うかもしれないな。しかしこの数字には別の意味もあるぜ。フリーメイソンの上部組織とも言われるイルミナティが創設された年でもあるんだ。またしてもフリーメイソンやイルミナティが顔を出してきたね。そしてピラミッドの上に書かれたアンヌイとコエプテスの13文字、これはラテン語で神は我らの企てを指示したという意味だぜ。ついになるようにピラミッドの下に書かれたノブス、オルド、セクロールム、これもラテン語で新世界の秩序との意味だ。新世界の秩序は英語だとニューワールドオーダーになるが、これはイルミナティが好んで使う言葉だぜ。フリーメイソンとその上部組織であるイルミナティ、怪しさてんこ盛りの1ドル紙幣だね。だろ？だけど、その発行と絵柄に、ユダヤ組織やフリーメイソンの干渉はあったのかな。1ドル紙幣の宇宙人。他にも米1ドル紙幣には怪しげなものが潜んでいたんだぜ。何それ？教えて。近年になって報告されたのだが、それは1ドル紙幣の裏面右側、疑惑満載の白頭足の図柄から発見されたぜ。アメリカの UFO 研究家が見つけたのだが、1ドル紙幣をくるくると丸めて、ちょうど白頭足が見えるくらいの太さにしてみてくれ。そのまま絵柄のコントラストを変えていくと、徐々によく見慣れた顔が浮かび上がってくるぜ。え？宇宙人？そう、宇宙人と聞けば思い浮かべるよろめで大きな頭をしたグレータイプの宇宙人がこちらを正面から見据えているぜ。一度これを発見してしまうと不思議なもので、白頭足の図柄を見ても宇宙人の顔にしか見えなくなってくるぜ。確かに、不思議だね。今度は1ドル紙幣の表面を見てくれ。右上に書かれている数字の1、空
その縁取りの左上に小さなフクロウが潜んでいるぜ。日本ではフクロウは夜間に活動する不気味な鳥として嫌う地方もあるが、西洋ではフクロウは知恵の象徴だぜ。知恵と戦いの女神アテナの肩に止まった姿が、描かれたりするぜ。そしてこのフクロウは、知識とその習得を重んじるイルミナティの、シンボルでもあるんだ。イルミナティのシンボルがアメリカの紙幣にひっそりと身を隠しているなんて、象徴的な意味を感じるね。ところでどうして50ドルや100ドルの紙幣ではなく、1ドルという安価な紙幣に、多くの暗号を隠しているのかな？それは貧富の格差の激しいアメリカでも、1ドルなら誰でも容易に手に取ることができる、紙幣だからだぜ。子供でもホームレスでも手に入るからな。無意識のうちに目にする図柄に暗号を仕込むことで、より多くの人々にイルミナティからの、メッセージを伝えるということなのかな。そう考えられるんじゃないだろうか。10円札。では、日本のお札に話を戻すぜ。今では市場での流通はなくなったが、昔は、10円札があったぜ。このお札の特徴は、日本のお札にしてはどこか安っぽいということだ。日本の紙幣印刷技術は間違いなく世界トップクラスだぜ。どの紙幣も政府が責任を持って発行していて、重厚な出来栄えなんだ。確かに、初めての海外旅行でドル紙幣を手にした時、おもちゃみたいだと思ったもの。しかしこの10円札、特に裏面は空白部分が多く安っぽい印象を拭えないぜ。そこに何か意味があるのかな？10円札の発行日は、昭和21年1946年2月25日だ。太平洋戦争の終戦が昭和20年括弧1945年8月15日だからその半年後だね。当時日本は米国軍が駐留するアメリカの占領下に置かれていたぜ。そんなご時世だったからか、このお札は発行直後から不気味と言われたぜ。まだ戦後の混乱も収まってないから、お札の絵柄にもそれほど神経を使えなかったのかな。GHQ の差し金があり、戦勝国米国から敗戦国日本へのメッセージが、隠されているのではないかとも囁かれているぜ。事実、日本の最高の論戦の場である、国会衆議院大蔵委員会でもこの問題が取り上げられたぜ。昭和28年7月28日、自由党の中川議員は衆議院大蔵委員会で世間の悪評を取り上げ、この紙幣の発行停止を提案した。中川議員の意見を要約するとこう述べているぜ。1、表面の左側部分全体が米国の米の字になっている。2、描かれた日本国国会議事堂には十字架の窓が13個書かれており、これは公式刑になった永久戦犯13人と同じ数である。3、皇室の御紋章である菊の御紋が鎖につながれている。などだが、他にも占領軍は戦争に勝ったというおごりから自国の文物を敗戦国に無頓着に押し付けてくるとか、非占領国のため、為政者はよほどしっかりしてイエスマンになり下がってはいけないと切々と訴えているぜ。なるほど。中川議員の有国の情に敬意を表しながら10円札の問題を見ていこう。まず表面の左側の米の字疑惑だぜ。中央に十王の十文字を書き、その四隅に点を打って米の字だ。そう言われればそう見えてしまうね。13個の十字架の窓だが実物の議事堂にはこのようなデザインの窓はないぜ。公式刑になった戦犯の人数を思い起こさせるのもどうかと思うが、アメリカにとって不吉な数のはずの13が、また出てきたぜ。そもそも国会議事堂が暗い影に覆われ、十字架の中に閉じ込められているように見えるよ。鎖に繋がれた菊の御紋章、これこそ問題だぜ。菊の花を取り囲む模様はどう見ても、ギザギザの鎖だ。もっと他の図柄はなかったのかな？って思ってしまうね。しかも菊の花は鎖の中心から微妙に内側にずれ込んでいるぜ。何の意図があってこのような中途半端な位置になったんだろう。このように10円札のデザインからは、戦勝国アメリカの敗戦国日本に対する、無頓着なおごりがちらちら見えるぜ。日本紙幣にある、六芒星とピラミッド。これまで日本紙幣では野口英世の千円札と昔の10円札を見てきたが、まだまだ紙幣に隠された闇はこれだけではないぜ。まだあるの？次に日本の最高額紙幣1万円札を見てみよう。1万円札の代名詞といえば昔は聖徳太子、現在は諭吉さんだぜ。福沢諭吉といえば幕末維新の功労者で学問のすすめが代表著書だね。ああ、学問のすすめでもわかるように学問を収め己の知識を豊かにするのが大切と、説いたぜ。知識を重んじ尊敬するのはフリーメイソンの考え方と一致し、福沢諭吉もフリーメイソンのメンバーだと言われているぜ。また福沢は国家経済の基本としてその独立性を保つため国家による中央銀行の設立を提唱し、その実現に尽力したぜ。福沢諭吉がフリーメイソンのメンバーだったとは知らなかったよ。次に樋口一葉の5000円札を見てみよう。樋口一葉って優れた文学者ではあるけれど、突出したとまでは言えないよね。なのになぜ、彼女がお札の顔である肖像画に選ばれたのか不思議。
日本のお札の顔に女性が選ばれるのは、神宮皇后以来、樋口一葉で二人目だぜ。神宮皇后は半ば神話の中の人物で、実在が証明されている女性としては彼女が初めてだぜ。初めての女性となれば人選にも慎重になりそうだけど、実は樋口一葉を選ぶにあたっては関係者がもろ手を挙げて賛成ではなかったぜ。経歴が過去に選ばれた人々に比べて見劣りがする、顔立ちに華やかさがないなどの意見もあり、乱れ髪や気にしにたもうことなかれで有名な、与謝野晶子推す声も有力だったんだ。そんな人々の声を抑えてなぜ樋口一葉が選ばれたの？それは彼女の名前に理由があるぜ。ちょっと変わった名前ではあるけど、何か意味が隠されているのかな？一葉とは1と8からなり、すなわち18イコール6たす6たす6という数列が現れるんだ。666とくればこれはもうあまりに有名な悪魔の数字であり獣の数字だぜ。これはイルミナティが好んで用いる数字だ。なぜ666が悪魔の数字なのか、詳しくは触れないがこの数字は新約聖書ヨハネの黙示録13章に出現するぜ。13章が最後の18節で語っているのが獣の国についてで、そこで666は悪魔の力で人間の姿になりすまし、人々を誤った方向に導く、反キリスト的存在を指すとされる。つまり人間界に紛れ込んでいる人の皮をかぶった、悪魔と捉えてよいだろう。それをイルミナティが好むのは、同じ人間の姿をしているが自分たちは人間より優れた知恵を持ち、他の愚かな人間を支配、できる存在だと思っているからだろうか。五千円札の裏面右側には雫型の模様が上下に7つずつ向かい合わせに配置されているぜ。上の模様の真ん中の雫と下の雫の両端の先端を線で結ぶと三角形が現れる。これを上下逆さまにして同じ動作を繰り返すと逆三角形になり二つの三角形を重ねると、なんと綺麗な六芒星の形が浮かび上がるぜ。一ドル紙幣の時のことを思い出したよ。白桃足の頭上に輝く13個の星をつなぐと、綺麗な六芒星ダビデの星の形が浮かび上がったよね。そうだぜ。日米両国の紙幣に同じ手法で六芒星を浮かび上がらせるとは、なかなかやるね。ここで面白いことをしてみるぜ。現在発行されている日本の紙幣は、1000円、2000円、5000円、1万円の4種類だぜ。この4種類の紙幣のうちまず1万円札を半分に折るぜ。その折り目に沿って、今度は三角形に折り返す。次に1000円札と5000円札を端が三角形になるように折り返し、1万円札の下に並べるぜ。そして中央の空いた部分に、最近見かけなくなった2000円札をはめ込むぜ。なんと、ぴったり重なったピラミッド型が出来上がったよ。またしてもピラミッド。これらの紙幣の額面金額を合計すると1万、8000円だ。先ほどの5000円札樋口一葉の時と同じ数字がまた出てきたぜ。ほんとだ。これはもう666だな。また通常流通している、1円から500円までの、硬貨を合計してもやはり666円、見事に666が出てくるぜ。ここまで来ると偶然の一致で済ます方が非合理的に思えてくるよ。イルミナティがどんな数字を好もうとかってだけど、それがなぜ日本政府が発行する、紙幣の絵柄に影響するのかな？イルミナティはロスチャイルド家の財力に依存しているぜ。そしてロスチャイルド家はユダヤ金融資本家であり、間接的にではあるがアメリカ紙幣の発行権を握っているぜ。日本銀行の通貨発行権はもちろん日本政府に属するが、日本政府以外の日本銀行の株主は、非公開なんだ。そもそも日本銀行の設立に、ロスチャイルド家の使用人であったに過ぎない、フランス大蔵大臣レオン星が助言を与えている。このように日本銀行ができるについては、最初からロスチャイルド家の影響下にあったと、見るべきだろう。日本銀行の通貨発行権にロスチャイルドをはじめとするユダヤ資本が、どれほどの影響力を有しているのかはわからないが、その影響力から、全く自由であるとも考えにくいぜ。世界の金融市場はダイナミックに連動している。独立国の中央銀行といえどもその市場から外れることなど考えられないぜ。その中でユダヤ系資本はどの程度の影響力を持っているのかな？締め。いかがだったかな？何度も言うが自国通貨の紙幣の発行は独立国の証だぜ。その重要性はわかると思うが、その発行過程に世界の金融市場を牛耳る巨大金融業者とはいえ、他国の人間の意向が入り込んでいるというショッキングな話だぜ。普段当たり前のように使っているお札に何の疑いも持っていなかったけど、こんな闇が隠されていたなんて知らなかったよ。知れば知るほど闇だらけだったね。信じようが信じまいが、の都市伝説であればいいけどな。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。視聴者の皆さんも日常でよく使用しているであろう Google マップには、地図モードとは別に衛星軌道から撮影された航空写真モードが存在する。今回は Google マップの航空写真モードに存在する地図上の黒い染みについて紹介していくぜ。
それじゃあ、ゆっくりしていってねー。黒い染みとは、Google マップの地図モードは道順や待ち合わせ場所を確かめたり、店の評価調べたりで、よくみんな利用しているイメージはあるけど、航空写真ってあんまり使われているイメージないわ。これは土地勘のないところでも行動しやすくなるように付けられている機能だが、そもそも機能の存在を知られていなかったり、似た目的ならストリートビューで十分だったりと、確かにあまり使用されているイメージはないな。変わった使い方だと航空写真で旅行気分を味わうって人もいるみたいだね。でも航空写真に黒いシミなんて本当にあるの？通信不良とかで表示されないとかじゃなくて？あれかしら、軍事的に重要な施設とか？それはこれから順番に紹介していくからお楽しみにってとこだな。ヒマラヤ山脈頂上付近、ネパールと中国の国境付近にまたがる、地球上最も標高が高い地域のヒマラヤ山脈。2016年にこの山脈の6700メートル地点の一部が黒いシミになっているのが発見された。ここは通称カンテガ峰と呼ばれる場所で、周囲は深い氷に覆われ、到達するのは困難らしい。何かしら？こんなところに重要な施設なんてわざわざ建てたりするのかな？少しオカルティックな話になるんだが、実は第二次大戦中にナチスが極秘で行った計画に、地上の楽園シャングリラを建設するというものがあった。実はこのカンテガ峰こそはその実験場所だったのではないかと主張する者がいるんだ。ほう？実際にヒトラーはアーリア人の祖先がいたとされるチベットに調査隊を派遣してもいるしな。にしたって、わざわざこんな寒そうな場所に作らないでしょ。まあそうだよな。ナチス説はもちろん否定されたが、このヒマラヤ付近は UFO の目撃情報も多かったので、宇宙人の基地であるという噂もあったりしたんだが、結局今はこの黒塗りは、単純にマップ側の、データ不足により起きたことだと判明している。いきなり閉まらない落ちね。現在はこの付近もちゃんと航空写真に写り、何の変哲もない土地であることがわかる。だが人間が踏み込めないような厳しい環境の奥地の情報がぼかされているというのは、見る者からすれば、なんだか想像力をかきたてるものがあると思わないか？確かにね。グリーンランドのブロークンアロー現場付近。グリーンランドの北部にはアメリカ最北の空軍基地である、チューレ基地がある。Google マップで見てみると、基地の西側に大きな黒いシミが2つあるのが確認できる。このシミはサウンダース島を北と南から挟み込むなっていて、入り江を守っているようにも見える。やっぱり侵入を警戒してのものかな？多分その指摘は当たっているだろう。というのも、この基地は冷戦期にソ連に最も近いアメリカ軍基地で軍事的な要衝だったからだ。ここで解説するのはブロークンアロー、オレタヤと暗号名で呼ばれた、アメリカ軍の事例だ。どういう意味？これは核爆弾の紛失や落下事故などの不測の事態を指す言葉なんだが、実際に中歴地で起こったんだ。怖っ。当時まだロケット技術でソ連の後陣を排していたアメリカは、軍事的優位を挽回すべく、核爆弾を搭載した爆撃機をソ連上空に24時間待機させるクロームドーム作戦を実行したそうだ。やっぱり冷戦期の緊張感ってすごいわね。技術が発達した時代の睨み合いって規模が違うよな。さて、事件は1968年1月に起こった。突然の火災で米軍機は基地周辺に墜落し、搭載していた水爆は核爆発こそしなかったが、広範囲に放射能汚染を引き起こした。アメリカ、デンマーク両政府は除去及び回収作業を行ったが、核爆弾一発は行方不明のままらしい。この件でクロームドーム作戦は安全上に大きな欠点があることが露呈し、中止になったという。当然ね。デンマーク政府は事件以前には非核化を宣言していたため、政治スキャンダルに発展した。爆撃機が墜落したのはちょうどシミのあたりで、核爆弾もおそらく海中のどこかにあるだろう。事故から半世紀が経った現在でも、デンマーク政府としてはなるべく踏み入ってほしくないんだろうな。宿地自治管区。ロシア極東連邦管区の北東端、宿地自治管区はロシアでも特に厳しい自然環境で知られている。日本の約2倍弱の面積に対して、人口はわずか5万人とアジアで最も人口密度が低い場所でもある。そんなに厳しい自然環境ならそりゃ住んでいる人も少ないよね。現在では修正されたが、以前のこの地域の衛星写真には他の写真からコピペしたような箇所があった。その箇所とはベーリング海北部のクレスト湾の 50km ほど北西に位置する。見てみろ、山の連なる部分を拡大してみると、森林地帯が不自然な平坦さを見せているだろ。ちょっとわかりづらいわね。ロシアのマップ提供サービスのヤンデックスの画像ならもっとわかりやすいだろう。あ、こっちは完全に黒塗りね。この長方形の範囲は短辺 4km、長辺 10km ほどもあり、最も近い居住区からは 70km 以上離れている。つまりほとんど外部から立ち入りがないってことね。弾道ミサイルが配備されているだの、地下に巨大な金鉱が眠っているだの様々な憶測が絶えなかった。
もともとこの管区はオーロラ調査プログラムがあり、とても強力な地震兵器を研究したり開発している、などの噂が絶えなかった。そこら辺はいかにもロシアって感じね。この地域はベーリング海を挟んでアメリカとの最前線でもあるからな。何かと黒い噂がつきまとうんだろう。中にはこの地域の飛行場が CIA の監視下にあるというような、とてもじゃないが信じがたい話まである。ロマンがあるけど、危ない話はちょっと勘弁だわ。いずれにしても真相は未だに明らかになっていない。サンディ島。オーストラリア北東のサンゴ海に浮かぶサンディ島。ここは伊豆大島の何倍もの面積があり、かの海賊、キャプテンクックが発見したという通説がある。セイブル島と表記されることもあるな。この島は19世紀後半から現代に至るまで実在する島として扱われてきたわけだが。わけだが、何よ。ある地質学者が地図にこの島が載っているものとそうでないものがあることを指摘したので、2012年にオーストラリアの観測船が東座標が示す地点へ調査に行った。結果として、そこに島は存在しなかったそうだ。この島の座標が示す地点は水深1400メートルの深海で、島の存在は幻と結論付けられた。なんでそんなことが起こったの？おそらくだが、捕鯨船の5人が原因ではないかと言われている。航空写真もない大昔に発見され、特に資源価値もないような島なら、地図を作成する側もきちんとチェックしないことも十分にあり得る。他の制作者が地図を丸パクリしてるか確かめるための著作権トラップではないかという話も出た。へえ、うまいこと考えるのね。しかしこの存在しない島が以前なぜか Google マップで黒塗りされていた。もともと存在しない島ならそんなことする必要ないんじゃない？存在しない島であることを強調するために黒塗りしたとか？なんだろうな。現在ではこの黒塗りは解除されているが、かつて存在したとみなされた島が、忽然と姿を消してしまったという事実にいろいろ妄想がはかどる人もいるだろう。アメリカ、モハーベ砂漠。アメリカのカリフォルニア州モハーベ砂漠の中央部には大きな滑走路と軍の管轄域があり、その一角には現役を終えた飛行機の墓場が存在する。航空写真でも飛行機が多数あるのがよく確認できるだろう。本当だ。ここはよく映画の撮影なんかでも使用されていて、気づかないうちに見ている人も多いだろう。こういった砂漠地帯は腐食の影響を最小限にできるので、リサイクルや部品を取るために、飛行機を保管するには絶好の場所なんだ。へえ。そんなモハーベ空港の滑走路の横に四角い敷地があり、そこは黒塗りとは異なるが、かき消すような処理が施されている。この場所は他の地図には載っていないようだ。わざわざ隠すようなことがここにあるのかしら？ここからは推測だが、この空港はイギリスとアメリカが共同で宇宙開発を行っているところでもある。もしかしたらだが、この修正が施された地点にあって驚くような宇宙船技術があったりしてな。ありえるわね。ジャネット島。ジャネット島はシベリア海のデロング諸島東端に位置する、わずか3平方キロメートルほどの小さな島だ。この島は19世紀後半にアメリカの探検隊によって発見され、同国の海外領と主張されたが、20世紀初頭にロシア帝国の実効支配を受け、それが今日まで続いている。まあ島といっても、陸地はほぼ雪で覆われていて、海上にポツンと雪山が浮かんでいるような見た目さ。この島もまた Google マップ上の航空写真では黒塗りされた状態になっているぜ。ほんとね、周囲の他の島はそんなことないからこの島だけ異質に見えるわ。メルカトル図法ではわかりづらいが、この島もまたアメリカやカナダに近いため、ロシア側が軍の施設か何かを隠している可能性もなくはない。あるいはロシアが開拓しようとしている北極海航路の監視基地とかな。あー、ありえそう。ただ現在、この島の航空写真は遠目なら相変わらず黒塗りだが、拡大すると普通に見えるようになった。なんだ、人騒がせね。今回の陰謀説は、この島がもともとアメリカが権利を主張していたのを、ロシアがそれを奪ったことに対する事情から深読みされたものなのかもしれないぜ。西沙諸島、南沙諸島。次は南シナ海の島嶼、西沙諸島と南沙諸島を紹介しよう。南シナ海の西寄りにあるサンゴ礁豊かな島々の西沙諸島、英名ではパラセル諸島。この島々は1970年代までは中国とベトナムが分割して支配していたが、ベトナム戦争の際の武力衝突により中国側が現在まで実効支配している。現在では当初すべてが中国の支配下にあるが、ベトナムや台湾も領有権を主張している。そんな事情からか、この島々は Google マップでは黒塗りされている。遠目で見ると一つの島かと思ったけど、拡大してみるとちゃんと複数の島ね。っていうか、画像処理が荒すぎてなんだかよくわからないんだけど、モザイクかけたみたいになってて、本当の形とか位置がわからないよな。もともとここは大して経済的に価値がある島々ではなかったが、領海や経済水域を広げるために、中国が進出したという背景がある。なんか中国って全方位に覇権主義よね。それが平常運転って感じだよな。
現在でこそ観光地として利用価値があるが、相変わらず軍隊は駐留している。傍聴のために中国がグーグルに消させたってこと？普通に考えればそういう結論になるだろう。同じような理屈で状況がもっと複雑なのが、南沙諸島だ。ここはボルネオ島から北に 300km ほどの距離にあり、英名ではスプラトリー諸島とも言う。海に散らばった真珠と言われるほど美しい島々だが、西沙諸島同様、ところどころ黒塗りになっている。理由としては西沙諸島と同じく、複数の国が領有権を主張していることに起因するんだろう。具体的にはどこ？中国、台湾、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ブルネイの6カ国だ。うわぁ、超めんどくさそうね。実際に南沙諸島は特定の一国が支配しているわけではなく、ブルネイを除く5カ国が入り乱れて、これを領有している。つまりどの国も秘密を明かしたくないってことね。南沙諸島の方は豊かな漁場や天然資源もあって、西沙諸島に比べ、領有国の開発が進んでいる。しかし各国の軍事要塞が点在していることから、やはり有事の際は危険なところであることは間違いない。何にせよ、国同士は仲良くしてほしいわ。メキシコ湾の島々。メキシコのカンペチェ湾には島々もまた航空写真において黒塗りされている。これらの島々は暗礁からできていて、最長部は 3km ほどもあるという。不思議なのは、この島々が Google マップのデフォルトの地図だとそもそも表示すらされない。本当だわ。暗礁ってことは人が居住できるような環境ではないわけでしょ。だからどうでもいいと思われたんじゃない？そうでもないぜ。この島々の中には船で航行する場合に不可欠な灯台が2基存在する。加えて現在は周辺で石油の採掘が行われているしな。それに仮に価値がない島だったとしても、別に絶海の孤島というほど、隔絶した場所でもないから地図に載っていないのは不自然じゃないか？そう言われれば、確かにそうね。ここら辺の景色はとても美しく、ダイバーたちの人気スポットだそうだが、地元の人間は不気味な場所だと忌み嫌っているらしい。まさかそれが地図に載ってない理由かな？地元の声がそんなに影響力あるか？ジャネット島と同様、ここも拡大するとちゃんと視認できるようになるが、デフォルトの地図に表記されていない理由については不明のままだ。マリオ・ズッケリ基地。地球上の氷の約9割が存在する南極大陸は、世界中どの国の領土にも属さない唯一の大陸だ。季節にもよるが、年間約1000から5000人もの人間が大陸に点在する観測基地や研究所に滞在している。すごく厳しい環境なのはわかるけど、一生に一度くらいは行ってみたいわね。Google マップの航空写真で確認するとわかるが、南極大陸の沿岸部は黒塗りの部分がとても多い。だがこれは何かを意図的に隠したわけではなく、単純に衛星写真同士を継ぎ合わせた時に発生した不具合で、特に珍しいものでもない。正直、南極ならそんな厳密な地図なんて一般の人には必要ないだろうから、捨て置かれたままでも不思議じゃないわ。しかし、イタリアのマリオ・ズッケリ基地周辺だけは例外なんだ。どういうところが？この基地のすぐ南の黒塗り地点の写真を拡大すると海の波のような、ハケで払ったような写真が現れる。わ、ほんとだ。こういう曇ってなかったかしら？巻雲とかのことか？だったかしら？なんか似てるなと思って、ここって海？それとも陸なのかしら？一応デフォルトの写真ではこの辺りは陸地ってことになってるな。だからこの写真は雪に入った亀裂を写してるんじゃないかと思うんだが、霊夢はどう思う？私は単純にこれも写真の撮影技術によるもので特に何かがあるっていうわけではないと思うわ。だから多分別の日時に撮影すればこんな写り方ではない写真になるんじゃない？あくまで直感だけど。つまらん感想だな。悪かったわね。ボストック島。最後に紹介するのは太平洋の島国キリバスの無人島、ボストック島だ。ここは面積わずか 0.24 平方キロメートル程度しかない小さな島で、様々な種類の野生動物が生息しているが、停泊できる場所もないため、普段は研究者などを除けば人が訪れることはほとんどないそうだ。これがボストック島の航空写真だ。何これ、島の真ん中が丸ごとくり抜かれたみたいになってる。な、初めて見たらびっくりするだろ。なんか地底世界への入り口みたいで、もし自分で見つけてたら絶対興奮してたわ。自分で見つけてなくても興奮してるじゃないか。それで実際ここはどうなってるの？カラクリを知ってしまえば単純な話だ。この島は沿岸部を除き、ほぼ全域がウドの原生林で覆われており、濃い緑色が黒色に映し出されたらしい。ああ、確かに知ってしまうとつまらない話ね。うわぁ、急に落ち着くな。でも実際霊夢の言ったように、地図上でこれを発見したら、ワクワクするよな。冒頭で霊夢が指摘したように戦争時の傍聴手段やテロ対策として、重要地点にぼかしをかけるのは特に珍しくはない。現にテログループ側も Google マップの情報を利用して襲撃を企てた事件もあったそうだ。技術にはそういう負の面もやっぱりあるのかもしれないけど、
私としては素直に普段訪れないような場所を航空写真で観察できるのは素晴らしいと思うわ。確かにな。技術の発展はそれを扱う人間性の発達とは必ずしも同速度ではないかもしれないが、悪用されないようになんとか対策していってほしいよな。でも今回思ったんだけど、黒塗りって逆に目立って隠蔽できてないように感じるわ。あんまり意味をなしてないんじゃない？ふっふっふ、そこに気づいてしまったか霊夢よ。何よ変な笑い方して。多分だが、本当に知られたら困る場所は、どこの国ももっと自然に隠蔽しているだろうな。でも黒塗りされたところもまた、想像力を働かせる機会が与えてくれるという意味では有用だろう。なんかうまく言いくるめられたような気がするわ。ということで、今回の動画は以上だ。この動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価を、ポチッとしてくれたら嬉しいぜ。間違って2回押すなよ。もう押してる人も押さないでね。それでは、ご視聴ありがとうございました。